1、2、3、4、5、6、7、8、9。ということで、9人全部揃いました。やっと揃ったね。このフィギュア取るのにどれだけお金をつぎ込んだか。でも結構楽に取れた時もあったからな、あのね、最後に出た海はね、海ちゃんはね、ちょっとね、行く時間があんまなくてね、少し前に撮ったんですけど、これでやっと全員揃ったね。揃ったよ、もうやっと揃ったよ。開けたいのもあるんだけど、なんかもったいない気がするし、このまま片付こうかな。やっと9人揃ったよ。ちょっと見てみようか。こんな感じだね。並べるとすごいね。ほのか、左からほのか、えい、小鳥、海、りん、まき、花よ、のぞみ、みこ。はあ、やっぱ全員揃うと違うね。こんな、なんかもう、感無量。ここ初めてかな、こんなにフィギュア全部揃えたの。UFO キャッチャーはやるけど、そこまでこんなにフィギュアってことなかったな。欲しいのあったら取るけど、こういうなんか同じやつ全部揃えるのはな、初めてかもしれないですね。いやー、いいね。というわけで9人全員揃いました。全員分取るか迷ったんですけど、まあね、こんなに、まあ、ちょっと5人ぐらい集めてからここまで来たら全員集めるしかないだろうということで、ね、結局全員揃いました。いやでもね、 UFO キャッチャーでこんなにお金使ったけど全員取れてよ、全員ゲットできてよかったな。本当に UFO キャッチャーでこんなに揃えたの初めてなんで、まあ、ラブライブが好きってこともあるんですけどね、今後またなんかフィギュア出たら欲しいなって思うし、いやー、ほんとよかったわ。欲しい方いたら、まあもしまだゲームセンターとか行ったらあるかもしれないし、多分在庫とかあったらお店の人に言えばこれ欲しいんですけどとか言えばやってくれるんじゃないかな。やったことないんですけど、欲しい人いたら、ちょっとお店の人に行ってみるのもいいかもしれませんね。僕は全部揃えたんで嬉しかったです。本日も見ていただいてありがとうございました。じゃあちょっと開けずに置いときたいと思います。